街並みオスゴールストランは、ノルウェーベストフォール県ホルテン基礎自治体にある町。古くは独立した自治体の名称でもあった。オスロフィオルドの西岸にあり、オスロからは南に 100km、ホルテンの町から 10km 南、トンスベルグから 10km 北に位置する。2007年以降、観光都市の指定を受けている。これにより、海沿いの商店主は、 週の全日店を開くことが許される。観光都市の指定を受けるためには、観光客の数が、住民の数を大幅に上回る必要がある。アートギャラリー、ホテル、小売店、カフェ、銀行、パブなどがある。夏季限定のバーやレストランなどもある。小学校が1校、幼稚園がいくつかある。毎年6月には、夏至を祝って、海辺で花火大会が催される。 SGRD 農場に属する浜という意味である。農場名のうち S は山の尾根という意味であり、ガースルは農場という意味である。エドバルド、文句、夏の夜のオースゴールストラン。オースゴールストランは1650年からトンスベルグに属する商業中心地であり、1660年からはホールメストランドに属した。19世紀初頭からは オランダなどへの材木の輸出港として栄えた。しかし、小ネ時代の終わりに伴い、衰えた。1837年、基礎自治体として成立した。初代首長は、商人、選手のアンデルス・リダーボルドであった。次第に、画家、芸術家が集まるようになり、1880年代からは、エドバルド、文句、クリスチャン・クローグ、ハンス・ヘールダールなど、 世界的に有名な画家たちがここを訪れたり住んだりするようになった。芸術家たちにとってはデンマークのスカーゲンと並んで人気の土地となった。1920年代からレジャー、レクリエーションの場所として人気が高まった。国内外から富裕層が訪れた。1965年1月1日、オースゴールストラン自治体と当時のボア自治体他が統合されて、 ボは基礎自治体となった。合併の時点で、オースゴールストラン自治体の人口は、わずか488人であり、ノルウェーで最小の基礎自治体であった。ありがとうございます。